喧嘩ないね、うんうん、ないわ謎ないわ、うん、喧嘩した時はもう終わりだと思う。でもね、え、そんなことある？あ、でもなんかどっちかが機嫌悪い時はすごいあるよね。え、でもそれは絶対ジュリの方が多いと思う。いや、ジュリじゃない、絶対ジュリの方が多いと思う。なわけないじゃないですか。後輩すごいよ、言っていい、うちすごいジュリの機嫌取ってるもん。いや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 、後輩だよ、後輩の機嫌めっちゃ取ってる、うち。あ、そうなんだ、だから泣いたってんだ多分。そうそうそう、いやいやいや、かわいいさ、だってあのさ、誕生日にさ、うん、誕生日会をさ、うん、してあげようとしてさ、うん、ジュリ超不機嫌だったの、なんか。あった、それは覚えてる、私も。私は覚えてる。違う違う。もしもし、みたいな、うん。あのさ、今日空いてるみたいな。うん、あ、はい。あった。あのさ、なんかあの、今日さ、あの、なんかご飯行かないみたいな。あ、はい。すごい持ってる、すごい持ってる。そうだったんだ。え、やばい、どうしようとって。その後、ユリアとか、その、アニーにも、うん、はい、うん、一緒に、あの、サプライズの予定だったから、うん、ユリアに速攻電話して、ジュリ機嫌悪いんだけど、どうしよう、ジュリそんな機嫌悪くない？え、どうしよう、とりあえずなんか、うちちょっととりあえずケーキ買っとくわ、みたいな。いや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 。やってた。え、でもあの誕生日のサプライズは結構、あれでしたよ。無理やりでしたよ。だって。あ、じゃあ、すごかったよね、あれ。すごかったよ。だって道、途中からね、あの、道一緒に歩いてたんですけど、途中から河合さんが私の頭に、ジャケット被せてきて、もう、なんて容疑者だよね、もう。容疑者、連行、連行しちゃった、ね。うちまで連行されてきてたよね。で、なんか、その、ゆりやんちに結局、うん、全部そのジャケットとか、意味わかんない感じで。目隠しした状態で、ね。目隠しした状態で。あれは危なかった。何時に予約した可愛いですけど、って入って、店っぽく入ったんだよね。店かと思ってさ、もう焦りましたよ。楽しかった。あのサプライズ。まあ、でもありがたいです。仲良し。はい、まあ、ユリアとかですよね、あと3人以外で。ユリアね。いつものメンバーは。うん。うんうん